久保さん、裏方13年ですか裏方、まあ裏方10年以上うん、10年以上だと思うんですけど、裏方10年で行きましょうか。はい。裏方10年の生活。え、まあやばいっすね <laughs>。想像を絶するやばさですね。まあ言葉で言っても、うーん、それを体験しない限り、何も感じないと思うんで、まあとりあえずやばいっていう。 裏方はやばいっすね。うん。だから逆に僕はあの表に出てすげえ楽だなと思ったんですよね。まあいや、あの、大変な部分も,もちろんあるんだけども、その裏方時代に比べると、もうクソ楽ですよね。だってこれ、裏方だったら何しないといけないかっていうと、表に出てる人の、あの、すいません、動画撮れますかみたいな。スケジュールとかね。わかります <laughs> 裏方ってそうじゃないですか。スキル空いてますかとか。じゃあこんな感じでちょっと撮るんで、これお願いしますとかね。台本作ったりとかね。あと、で編集してね。で、それアップしたりとかね。大変っすよ。あの表あの、ピッてボタン押して喋ればいいだけじゃないですか <laughs>。超楽っすね。もうめちゃくちゃスピーディーにできるし、誰の許可も必要ない。本当に誰の許可も必要ない生活。だまあ、会社員の人も、会社の許可必要ですよね。どうですか。 僕、何の許可は必要もないです。自分がやりたいと思ったらやればいいし、やりたくないと思ったらやらなければいいし。うん。久保さんから動画が送られてきて、今日はちょっと撮りたくないなと思ったら撮らなくてもいいし。<laughs> どっちでもいいわけですよ。別に、強制されてるわけ。誰にも強制,強制されてるわけじゃなくて、し、国のルールがあるわけではないんですよね。久保哲郎から動画が送られてきたら、えー、何分以内に動画を返さないと、あの、罰金刑に処するとかね。 実験に処するとかそんなのないいわけじゃですすかないですか <laughs> ないですよねでも会社だとありますよねじゃあ会社に出社しなかったらクビですよっていうルールがあったりとかだからまあ自分で稼ぐっていうのは自分のルールのもと自分の責任のもと全部自分で判断できて自分でバーって行動できるんでやれるんだったらすげえ楽っすねうんまあこれほど楽なものはないと思いますねただし多くの人はうーん これがしんどいんでしょうね。うーん。僕は楽ですね。うん。裏方、でも裏方やってたから良かったなと思いますね。多分裏方やってなかったらこれが楽だと思ってなかったかもしれないし、これが苦痛だと思ってやってたか分かんないですけど、もしくは続けられなかったかもしれないしね。うん。裏方人生っていうのは僕の中では結構大きな財産になってますけどね、今は。 うん、もう久保さんとのやりとりも何十万本でもできますからね。マジで <laughs>。このやりとりだけでついてこれる人まずいないし。だかね、僕が良かったなと思うのが、あのー、久保哲郎という人間と出会えたっていうのが、やっぱり良かったことじゃないですかね。だってこんなやりとりできる人いないですよ。マジでいないですよ。 まあ僕も変態なんですけど、まあ、久保さんも変態ですけどね。まあまあ、絶対いない。うん。これ言い切ります。<laughs> マジでいないですね。うん。まあ、そんな感じで、だからまあ、もし裏方やっていなければ、久保さんとの出会いもなかったし、うん。裏方でプロデュースしていなければ、久保さんがプロデュースした商品買わなかっただろうし、出会えなかっただろうし。裏方やってたおかげですね。久保さんとのご縁いただいたのは。 うん、そうはい、裏方10年のお話です。いってらっしゃい。